食われてる方のね、オオカマキリは、残念ながらハリガネムシが入っててね、ハリガネムシが出てもしばらく、まあ、割と生きてたんですけど、まあ、うん、さっき見たら瀕死というか、もうほぼ死んでいたんでね、ピクピクと動くぐらいの、まあ、状態だったんで、まあ、うん、もったいないっていうか、他のオオカマキリの餌にしました。下半身ね。上半身はこれからコロギスに与えようと思ってます。こんばんは、クロッシャモです。今日は巣にカマキリの上半身を与えていきたいと思います。入れとけばそのうち食うでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。これを。それではまた。